はい、じゃあ坂夢の説明するね。D マイナー1弦から1、3、2、4弦0、で5、6弦は鳴らさない。で G マイナー7 2、3、4、6弦の3フレット1図の時も弾いたやつやな。で C7 は普通の C コードに3弦の3フレット小指、うん、で F、B フラットメジャー7っていうのが2弦から3、2、3、1、小指、中指、薬指、人差し指な。でこの中指を5弦の2に持ってきて、人差し指を3弦の1にすると次の B ディミニッシュっていうやつになる。うん、で次の C は普通の C じゃなくて、これも一図の時と同じで B フラットとかあったと思うんやけど、2弦から5、5、5、3、うん、でさっきの B ディミニッシュを2個右にずらして5、4、5、5、3、5、4か、うん、これが C シャープディミニッシュなので、 D マイナーで G マイナー7 C7 で F メジャー7、B フラットメジャー7、B ディミニッシュで C、で C シャープディミニッシュを2回繰り返すのが最初の A パートで、イントロになったら歪みのエフェクター踏んで、でこういうフレーズやねんけど、3弦8から2弦の7が2回、これの前に運が入るから運で2弦の9、11、12、まあ、1回ずつ止めるといいかな。で9から11に素早くハンマリングで2弦の9から7、まあ、これプリングでもいいと思う。で3弦の8、6で4弦の8から3弦の6で4弦の8、6でこうなる。で下の段5弦の9で左にスライド、うん、そうするとこんな感じで5弦の46、4弦の46タララララで4弦の4でまた46で776で977が5弦か。で最後5弦の9でイントロ終わりっていう感じ。うん。